どうも、こんにちは。5月25日に日本を立ち、ギリシャを公式訪問している秋篠宮ご夫妻の次女である佳子さま。佳子さまの外国公式訪問は3回目です。今年は日本ギリシャ文化観光年で、来月で両国の外交関係樹立から125年となることから、佳子さまは首都アテネで記念の式典や歓迎の昼食会に臨むほか、サケラロプル大統領を表敬訪問されます。また世界遺産アクロポリスにあるパルテノン神殿や近隣の島にある日本も支援して、壁画の修復が行われた修道院を視察。さらにイタリアやアルバニアに近い北西部の島にも滞在し、日本などアジア各国の作品を収蔵する美術館で開かれる記念の公式行事に出席した後、来月1日に帰国されるご予定です。現地時間の27日、佳子さまは近隣のサラミナ島にある17世紀に建立された女子修道院を視察されました。到着した際、島の伝統的な衣装に身を包んだ女性たちからフラワーシャワーの歓迎を受けると、笑顔を見せられていました。この修道院の壁画は、日本とギリシャが共同で修復したもので、佳子さまは天井まで続く壁画を見上げて、すごく広く感じますね。上に行くにつれてどんどん細かく、すごく丁寧に書き込まれているのですね、などと話されていました。修復プロジェクトを主導し、今回の視察にも立ち会った共立女子大学の木戸雅子名誉教授は、佳子さまはすごく綺麗だと何度も話されていました。そして真っ黒だった壁画がこんなに綺麗になって信者の方が喜ばれたというのがとてもよくわかりましたとおっしゃっていました、と話していました。またこの日の服装にも注目が集まっています。この時佳子さまが身につけていたのが、全体に柄の入った青のブラウスとスカート、ブラウスの上にジャケットを羽織る形で着こなしていらっしゃいました。ブラウスは胸元で結べるリボンが特徴的で、植物などを模したとみられる独特の模様が印象的です。柄はどことなくエキゾチックな雰囲気で、青い海とオリーブで知られるギリシャの雰囲気によく合っていて、 SNS 上では佳子さまのワンピースかわいい、ギリシャの修道院をご訪問された佳子さまが着用されているワンピースがめちゃくちゃ好みといった声が上がっています。そして実はこれがメリアンというブランドの服で、もともと佳子さまの姉である小室眞子さんのものだった可能性が高いのです。皇室に詳しい記者がこのように解説しています。この服は眞子さまが2017年5月から6月にかけてブータンを訪問した際に身につけていたものだと思います。これまでも佳子さまが眞子さまのお下がりを身につけていることはしばしばありました。2016年に眞子さまが着ていた着物を2023年の誕生日に佳子さまが着たり、やはり2017年のブータン訪問の際に眞子さまが着ていたターコイズブルーのワンピースを2023年11月のペルー訪問の際に佳子さまが着たり、秋篠宮家の財政事情に厳しい目が向けられる中、着回して節約をしているというアピールをしたいという思いはあるかもしれません。加えて佳子さまは眞子さまに対して、皇室というなかなか自由が聞きにくい環境で育った同志のような強い思いを抱いているとも言われます。姉に対する思いを表現したいという気持ちもあるかもしれません。ギリシャの風にはためく佳子さまのセットアップには様々な思いが込められているようですね。また服装でいうと、26日にパルテノン神殿を視察された際のものも注目されていました。ギリシア国旗の色合いと同じブルーの半袖のニットにホワイトのパンツという装いでしたが、こちらが日本のあるブランドの商品ではないかとネット上で指摘する声が上がっています。お手頃価格と上品なデザインが特徴で、オンライン販売限定のブランドピエロのものとみられています。佳子さまが着用されていたとされるスーウェイパフハーフスリーブニットの通常価格は税込み2990円。佳子さまは昨年11月にマチュピチュを訪問された時も同ブランドの税込み4790円のベージュのマウンテンパーカーをお召しになり話題となりました。同商品は全カラーとサイズが完売し、
その後の再販でも即完売する過去様売れが起こっていたことがあります。 XQTwitter 上では過去様が着用されていたと思われるニットの値段に驚きの声が、このニット可愛いですね、そしてお値段にびっくり、着る人によって高見えするにも程がある、これまたリーズナブルでありながら安く見えないし年齢も選ばなそうな服、佳子さまはお買い物上手かしら。お召しになられているものがリーズナブルな価格であるのはいい意味で親近感が湧きますよね。同ブランドの公式通販サイトでは、佳子さまがお召しになったとみられる商品は在庫残りわずかとなっており、またも佳子さま売れが起こるのではないでしょうか。そして日付が変わって現地時間の28日、この日は首都アテネにある大統領府を訪ね、着物姿でサケラロプル大統領を表敬訪問されました。大統領が外交関係樹立125周年と日本ギリシャ文化観光年を契機として、両国間の絆がさらに強化されることを願っておりますと述べると、佳子さまは温かくお迎えいただいておりますことに心から感謝申し上げますと述べられました。現地時間の29日からはイタリアやアルバニアに近い北西部の島に滞在し、日本とギリシャの外交関係樹立125周年などを記念する公式行事などに臨まれる予定です。今回の佳子さまのギリシャ訪問は現地メディアからも注目されています。現地メディアの一つであるパリアノスティポスは、25日に初めて我が国を訪問される佳子さまとはと題した記事を掲載。記事では今回の訪問に触れつつ、佳子さまの紹介だけでなく皇室制度や女性皇族についても解説しています。しかしこの記事に関してネット上では間違いだらけだという指摘が相次いでいます。一体どの部分が事実と異なっているのでしょうか。まずは年齢です。現在29歳の佳子さまですが、冒頭から30歳とご表記されており、さらには佳子さまが20歳になった14年、8万人もの人々がお祝いのために宮殿に集まったと紹介されているのですが、8万1540人の参賀者が訪れた14年の一般参賀と混同している可能性があります。また姉の眞子さんについても触れられており、現在彼女はニューヨークの2部屋のアパートに夫と暮らし、メトロポリタン美術館で働いていると書かれていますが、23年9月メトロポリタン美術館の館長が記者会見で、眞子さんは従業員ではありませんと明言しています。さらに同メディアは佳子さまを東洋のダイアナのような存在で、天性のコミュニケーション力がある、伝統と現代性の橋渡しをしているとした上で、日本国民の希望の象徴と評しています。古ダイアナ妃は貴族の生まれで英国王室に嫁いだ女性です。一方で佳子さまは皇族ですので、単にプリンセスというだけで比較していることには疑問を感じますね。また内親王である佳子さまを日本国民の希望の象徴とまで表現しているのは違和感があります。来訪に対して注目があるのは良いことですが、もう少し精査して記事を出してほしいものですね。さてギリシャ訪問など公務でお忙しい日々を送られている佳子さまですが、そんな中でもますます笑顔が素敵になられたと評判がうなぎ登りです。ここ最近笑みの形が変わられたんですよと分析するのは、これまで数多くの政治家やアスリートの笑顔を指導してきた印象評論家。一番大きな違いは下の歯を見せず、上の歯だけを8から10本ほど見せて微笑んでいらっしゃるところです。数年前までは下の歯もよく出ていました。それはそれで無邪気さを強調できる素敵な笑顔になりますが、上の歯だけを見せることで上品で大人らしくなります。さらに上歯は多く見えているので、相手にオープンで隠し事がない印象を与えるんです。評論家の方曰く100点満点のスマイルだそうです。公務のために練習されている成果もあるのでしょう。皇族として並々ならぬ努力を重ねられている佳子さまの姿からは、我々国民も畏敬の念を抱くとともに、とても元気づけられますね。ご視聴ありがとうございました。よろしければ
チャンネル登録と高評価、コメントをお願いします。それでは。